皆さんこんにちは。今日はゴム1本とピン2本で作る簡単なお団子の作り方をご紹介したいと思います。それではどうぞ。それでは早速始めたいと思います。こういうゴムを用意します。そして髪の毛を集めてポニーテールにします。 できるだけ高い位置でやった方が可愛いと思います。これでぐっと詰めてきて、こんな感じでポニーテールにします。でそしてぐっと縛って、で半分に分けてこういった串で逆毛を立てます。ちょっとボリュームが出ますので、で、こんな感じ。で、これで、この2つを、先を一緒に持って、で、これを時計回りにぐるりんと巻きつけて、毛先を巻きつけて、で、そして、この、こういうループピンがありますので、これをちょっとだけ引っ込みます。小さい直角に突き刺して、でもう一本、これでも止まってると思うんですけども、触角に刺して倒して、そして縫い込みます。でこれで出来上がりです。いかがでしょうか。これからも皆様のお役に立てるような情報をアップしてまいりますので、チャンネル登録の方、高評価ボタンの方をよろしくお願いします。それではさようなら。